プロテインタローです。はい、こんにちは。今回なんですけれども、プロテインのレビューをしたいと思います。タイトルの通りなんですけれども、コーラ味のプロテインが届いたのでレビューしたいと思います。はい、で今回B レジェンドさん、日本のプロテインメーカーの B レジェンドさんですねから、ご提供いただきました。ありがとうございます。早速開けていこうと思います。段ボールの方開けました。納品書みたいなものとに、資料とかですね。あと、あ、シェイカーも入ってる。シェイカーありがとうございます。で、次、はい、僕ね、実は B レジェンドのプロテインを生で見るの実は初めてなんですよ。もちろん B レジェンドのプロテインは知ってました。有名ですからね、最近。出ましたよ、これね、このデザイン。はい、このデザイン、なんて言うんだろう、 B レジェンド、違うな、 B レジェンド、 B レジェンド、どれ、 B レジェンド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 といえばこの外国人ですね。じゃあアンソニーと名付けましょうか。アンソニーが B レジェンドの広告塔で映ってます。いや、このデザインね、なんかこの何とも言えない、ちょっと言ってしまうけど、この何とも言えないちょっとしたダサさ、これが B レジェンドのなんかいいところですよね。なんかこうがっちり高級感っていう感じでもないし、けどすごく安っぽくもないし、一回見たら忘れないパッケージで、はい、一杯飲んどコーラ風味って書いてるんですけれども、このコーラ味のプロテインもちょっと知ってたんですよ、存在を。うっすらとだけ。あれですよね、これって確か、ダンベルよりも女子の手を握りたいサイヤ人が作ったプロテインですよね、プロデュースしたのが。これサイヤ人が作ったプロテインだから、人間の口に合うのかちょっと不安なんですけれども、しっかりと今日は飲んでいきたいと思います。タンパク質の含有量とか簡単にだけ説明すると、タンパク質の含有量は1食あたり 20g 入ってるのでいいですね。成分的にはいいと思います。はい、ただそのサイヤ人が作ったっていうところで人間の口に合うのかっていうのが、っていうか、話変わるんですけど、日曜日のね、ドラゴンボールスーパー見ました。あれ、なんていうの、パワーバランス、スーパーサイヤ人ブルーの悟空のカメハメハを18号が蹴り飛ばしてしまうっていう、18号一番強いんじゃねみたいな、僕の中でのパワーバランス崩れてるっていうか、18号最強じゃんっていうのが次あったんですけど、あれ見ました。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。あ、そうなんだ、そうなってんだ。 B レジェンドってスプーンが外で入ってるんですね。中探さなくていいんで楽です。はい、でこれ粉末になってます。で、中身の粉末はこれ見て分かる通り普通の白粉末でございます。実食。はい、ということで直食いからいきます。でね、香りなんかね、コーラのすげえ懐かしいお菓子、粉末のお菓子みたいな感じですね。うん、いきます。うん、うん、分かった。これね、味は昔駄菓子だった、今もあるんかな、酸っぱいやつらにご用心っていうガムを覚えてます。3つ入ってるレモンのやつ、確かそんな名前だったけど、そのガムの味がすごいする、直食いは。うん、なんかガム感あるわ。うんうん、直食いでもいけなくはない、溶けはいい。俺結構プロテイン直食いしちゃうんだよ、めんどくさいから。溶けいいかもこれ。うん、じゃあ次普通にシェイクします。せっかくなんでシェイカーも入ってたんで使います。はい、で水を入れました。で今からシェイクします。ガーメーメー、ちょっとプシュプシュいってる、プシュ、ちょっと待って、おいおいおい、なんだこれ、閉まってない、あ、これもしかして、あれなんかな、いいや、
もうできたし、はい、飲んでみましょうか。なんだろう、ちょっとミルク感かな、これミルク感があるかも。うん、これなんかあの俺 YouTube で他の動画見たんですけど、あのなんか粉末のコーラのお菓子をの飲んだ味がするっていうね書いてあったんですけれども、その通りですね。ちょっとそのコーラに近づけてるんで、ちょっと炭酸がね、微発泡の炭酸がファッてある。うん、すげえ減量しててとか食事制限してて、もうコーラ飲めないっていう状況の時に味を楽しむ、コーラの味を楽しみたいっていうんだったら、タンパク質を取りたいとかっていうんだったら、これはありだと思います。ただ普段これをお気に入りとして毎日飲むかっていうと、これはちょっとね、俺には難しい。振りすぎるとこれね、多分出る微炭酸がすごいあるので、振りすぎると出ちゃいます、これ。はい。振った時に結構出て、手がベタついちゃったんで、洗ってきました。ということで、この B レジェンド、一杯飲んどコーラ味。そんな感じで、ございます。B レジェンドさんのサイトを見ると、いろいろなんか面白いもの、まあ、商品名とかラインナップが面白いので、自分に合ったのを見つけて、試してみるのはありだと思います。あの、気になる方は、あの、B レジェンドさんのサイト下に、あの、詳細欄にリンク貼っとくんで、ぜひ試してみてください。それでは、B レジェンド!